日まで全面総称されている旧祖林崎十字家重信より十数代を経て後土佐の当主全主流を京都に特に公に発表。現在は総神殿流居合として伝説。続きまして本日第2会場柳生新陰流兵法術のご演武でございます。第2会場柳生新陰流兵法元祖武州立脇和義、勇祖竹永隼人として元祖武州立脇は古殿の技を工夫して新陰流を創始した。数代を経て竹永隼人は伊達藩で教授をしていたが、自然卒して江戸に行き柳生立場守の下で修行し、柳生の授業を許され柳生新陰流と号した。竹永隼人は伊達藩に帰り、京都の人々に文武を講じて生涯を終えた。数代を経て小山左門は江戸詰めの伊藤久三郎の門に入り認可を受けた。小山左門の系譜のうち江戸の流れは松尾織右衛門から後藤柳生隊に伝わり、関西地方で大阪の大島一学は柳生祭より送電を受けた。仙台の流れは小山祭の祭りだった。この通りの中にこうしたことに入った。Oh!
ただいま、中央の駅に到着いたしました。